ハダウェイはドイツの歌手、シンガーソングライター。1993年のメガヒット、ホワット・イズ・ラブなどで知られる。ハダウェイは1965年1月9日、トリニダード・トバゴで生まれ、9歳の時アメリカのワシントン DC に移住した。ルイ・アームストロングを聴いて育ち、ミード高校時代の14歳頃にはトランペットを習得して、チャンセズというバンドを組んでいた。 1987年ドイツのケルンに移住し、バーで働いた後、ファッション関連のショーや撮影を企画する会社を起こした。デビュー以来使用されている肌ウェイのロゴ。1992年、ドイツのレーベルココナッツレコーズからリリースされたファーストシングル、ホワット・イズ・ラブはドイツとイギリスのチャートで2位になるなどヨーロッパで大ヒットを記録した。ドイツでは90万枚を売り上げ、 トリプルゴールドディスク、イギリスでは40万枚を売り上げ、ゴールドディスクを獲得した。翌1993年にヒットはアメリカにも波及し、10月にビルボードのホット100で最高順位11位を記録、11月には売り上げ50万枚が認定され、ゴールドディスクを獲得した。1994年初頭には全世界でのセールスが260万枚に達した。 1994年、セカンドシングル、ライフは、ドイツで2位、イギリスで6位、アメリカで41位にランクインし、全世界で150万枚以上のセールスを記録した。続くシングル、I, Miss y とロックマイハートも、イギリスで9位になるなどヒットした。これらシングルをすべて収録した、デビューアルバム、h o w トイズラブは、ドイツで50万枚、イギリスとフランスで10万枚など、 シングル同様セールス好調で全世界で100万枚以上を売り上げる文字通りのミリオンセラーとなった。1995年、セカンドアルバムザ・ドライブ及びシングルフライアウェイとキャッチアファイアも引き続きヨーロッパでヒットした。1996年、ホワット・イズ・ラブがサタゲー・ナイト・ライブでブタビ兄弟が演じるスキットザ・ロックスベリー・ガイズの BGM に使用された。 曲に合わせて兄弟が頭を振る仕草がトレードマークで1996年5月、ジムキャリーと共演した回は後にインターネットで動画が拡散され、2005年頃にはミームとして GIF アニメやピクセルアートが大量に作られ人気を博した。ホワット・イズ・ラブは1998年、ザ・ロックスベリー・ガイズの映画版、ロックスベリー・ナイト・フィーバーにも使用された。一方で、 アルバムのセールスは1998年リリースのサードアルバム、Let's Do It Now 以降落ち込み、すべてチャート入りを逃す結果となった。2004年と2005年、ハダウェイは往年のポップスターが集うテレビ番組に相次いで出演した。まずはドイツのカムバック、ダイグローセチャンスにリマールやクーリオラと出演。ついで、ヒットメベビー。 ワン e m タイムのイギリス版とアメリカ版双方に出演し、ベリンダ・カーライルやザ・ナックラと共演した。2008年、ホワット・イズ・ラブが第42回スーパーボールのペプシ M、エム・ウェカ・ピポに使用された。この CM には、トロイ・エークマン、LL ・クール・ J、ミッシー・エリオットらが出演した。居眠りをしている人々がペプシを飲んだ、トタンザ・ロックスベリーがイズバリのヘッド・ボビングを繰り広げ、 最後に、クリス・カッテンが、やめろ、と叫ぶオチになっている。2008年、ハダウェイは、ドクター・アルバンと組んで、シングル、I Love the 90S をリリースした。2009年、ドイツの DJ ・クラースがリミックスした、h ワッ a イ t is Love が、チャート入りした。2010年、エビネムが、シングル、No Love で、h ワッ a イ t is Love をサンプリングした。2012年、 ザマット・スタントマンをフィーチャーしたシングルアップアップがダンスクラブチャートで20位にランクインしたドイツのケルンとオーストリアのキッズビュールに住居がある。ありがとうございます。